近頃、耳の可処分時間という言葉を目にしますが、デジタル音声広告、オーディオアドをご存知ですか最近盛り上がりを見せているオーディオアドは、これまでの音声広告とは何が違うのかオーディオアドの仕組みや利点を、事例を交えてわかりやすくご紹介していきます。